こういう背景から豊満なバストを望む男性が、要はおっぱい成人が多いということなんですよ。じゃあバストが大きい女性は頭が悪いのかってこともこれからお話しするんですけれども、どうも吉野です。今日は豊満なバストを好む男性が多い理由、要はおっぱい成人が多い理由はなぜかということについて、これは科学的な角度からお話をしたいと思います。よろしければね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まずね、これ、最後に分かるとどういうことかっていうと、じゃあ女性の皆さんどうすればいいのっていうのが分かります。大きくすればいいってもんじゃないってことが分かるってことですね。じゃあね、早速入ります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まずね、これ2つ研究があるんですよ。一つはね、ハーバード大学の人類学者のフランク・マーロさんの発見なんですけれども、要はこの方が唱えているものなんですが、大きくね、重たい胸っていうのは年を取ると垂れ下がると言われてます。でかつそして小さい胸は変化しないと。これが結構大きなポイントだってことなんですよ。これどういうことかというと、要はね、大きく重たい胸って年ちょっと垂れ下がるんだけれども、それを胸を支える、要は胸の筋肉、胸筋があると。だからその胸筋があるっていう象徴なんですよ。で小さい胸っていうのは年取っても変化しないから、この人年取ってるのか年取ってないのかバストを見ても分からない。だけど大きな胸っていうのは、この人は年取ってるのか年取ってないのかは分かるってことなんです。要は垂れ下がってたらこの人は若くないってことなんです。要はその筋肉をそれだけ鍛えられていて、しっかり発達しているってことなんですよ。だからこの若さの象徴ではあるってことなんですね。これがまず一つ。それを見分けるのに大きさっていうのはすごく分かりやすいものですよってことなんですね。ってことだと思います。あと2つ目がね、ポーランドの女性を対象とした研究があって、大きな胸とあとくびれのあるウエスト、これについて、ね、研究した研究があるんですよ。これね、実は大きな胸とくびれのあるウエストを持った人の特徴として、2種類の生殖ホルモンの血中値、要は血の中の値が多かったってことなんですよ。要はどういうことかというと、これはたくさんの子供を産める人ってことなんです。だからこの2種類の生殖ホルモンも、血中濃度が高く多いということで、この人はたくさん子供が産めるねっていうのが、大きなバストとくびれのある、これを兼ね備えた人に多かったってことなんですね。で例えばこれどういうことかというと、17β エストロジオールっていうのがあるんですが、要はね、これね、エストロゲンの一種で、分かりやすく言うと女性ホルモンなんですよ。ね、このエストロジオールとあと、プロゲステロン、このプロゲステロンが多く入っているってことなんですよ。でこれはプロゲステロンっていうのも、こっちの方がもっと分かりやすいのかな、排卵直後に分泌量が増えるものなんですけれども、要は妊娠の準備のためのホルモンなんですよ。で基礎体を上げたいとか、受精卵が着床しやすいように子宮内膜を安定させたりとかっていうね、あと乳腺発達させたりっていう働きもあるんですよ。だから要は妊娠が成立しなかったら、このプロゲステロンっていうのは減りますってものなんですが、このね、エストロジオールとプロゲステロンがとても生殖ホルモンとして女性の中で大事なものなんですね。これ人間以外にも哺乳類、他の全般にも言えるものなんですけども、これが非常に多く含まれてたってことなんですよ。だからこの2つの見解が言えるのは、要は結論としては、その豊満なバスト、くびれたウエストも必要なんですが、この豊満なバストの女性というのは子供を産み育てるホルモンがしっかりあるっていう風な証明になるということですね。であと大きなバストを支えることができる筋力があるっていうことで、若さの象徴になりますことだからね、肩幅に開いた腕立て伏せ、これいいですよ。これは狭く肩幅ぐらいなのは、二の腕を鍛えるんですが、肩幅より広くしたもの、この腕立て伏せって胸を鍛える、要はこのバーベル持ち上げる、こう寝転がった方上げるのと一緒ですね。と一緒で、ここは鍛えられるので張るので胸が上がります。やりすぎると胸ぺちゃんこになるんですけどね。だからこういう筋力があるってことで、若さの象徴ってことなんですよ。で人間の脳ってね、要は石器時代からあまり進化してないんですよ。肺とかなんかね、50年とかすればもう15世代ぐらい切り替わるけど、人間って100年ぐらいしないと1世代切り替わらないじゃないですか、言ってしまえば。だからその昔の女性をね、判断する基準の一つとして、この本能的に刷り込まれているのが今でもありますよってことですね。だから大きくなくてもいいから形が綺麗な女性がいいっていうふうに言ってる男性もいるんですけど、これも要はそういうことなんですよ。筋力が左右正しく綺麗にバランスよく発達しているかって、それが現れていることなんですね。でもう一つね、面白いのが、よくねバストが大きい女性は頭が悪いっていうふうにね、言われてる噂があるんですが、よかったですね。これね、胸の大きい女性の皆さん、朗報です。堂々としてくださいってことなんですが、それはありません。でなんでかというとね、これね、女性としては成長が早いってことなんです。早く生理が来るとか、胸が大きくなったりとかして、大人の女性に近づく体ができるってことなんです。でそういう人たちっていうのは、昔はね、早々に結婚して子供産んでたんですよ。もう嫁入りが早かったってことなんですね、腰入れがね。でそうするとやっぱり社交場に早く出ることになるんですよ。で社交場に早く出るってことは、やっぱり10歳12歳ぐらいの、すごい極端な話ね、12歳ぐらいの若い女の子と20歳過ぎてる女性が社交場に出た時の振る舞いどうですかって考えた時にやっぱり12歳の方が幼いですよね。なので世間知らない状態だったんじゃないかというふうにも言われてるってとこですね。だから胸が大きい人が頭が悪いってのはそういうことではなくて、単純に社交に出る場が早かったから昔はそういうことで言われてたってだけのことなのでご安心くださいってことですね。ということで、ね、今日はね豊満なバストの女性を好む男性が多い理由についてお話をさせていただきました。要はね男性が胸が好きな理由、胸が好きな理由ってのは女性男性にない特有のものだから。ね、子供を育てるためにも必要なものだからということも当然あるんですが、その中でも豊満なバストがいいのは形が綺麗な人は好きな男性が多いのはなんでってことですよ。お話をさせていただきました。よろしければねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あとね何かの質問とかね相談したいことを答えてほしいなってことがあればねコメント欄の方ぜひください。またね別の動画と同じような形をねこういった話できればいいなというふうに思っています。であと身元保証の婚活パーティーですねについて情報は下の方の公式 LINE の方登録いただければそこで随時流してますのでそこで、ね、いただければと思います。あとインスタグラムで常にチョコブってうちのオフィスの可愛いワンコが毎日のように婚活アドバイスをしてます。でよかったらそちらのもご覧いただければと思っておりますので、ぜひよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。